皆さんこんにちは。福岡県からやってまいりました、福岡県立高等学校附属中学校吹奏楽部です。本日は短い時間ではありますが、最後まで精一杯演奏しますのでよろしくお願いします。1曲目に演奏しました曲は1974年吹奏楽コンクール課題曲、高度な技術への指標でした。続いて演奏する曲は美女と野獣序曲です。昨年実写化し話題となったディズニー映画美女と野獣、その中の曲をメドレーにしたものです。見たことがある方もそうでない方もシーンを想像しながらお聴きください。またファンファーレや木管のソロなど、そういったものに注目しながらお聴きください。3曲目に演奏します曲はシングシングシングです。皆さんもご存知だと思うのでこの曲には必要はいりませんね。しかしその代わりに皆さんに必要なもの、それはノリです。僕たちと一緒にノリノリに楽しんでこの曲を一緒にお聴きください。
次の曲でいよいよ最後の曲となってしまいました。最後にお送りいたします曲は炭鉱節です。皆さんも盆踊りなどでご存知かもしれませんが、福岡県の民謡炭鉱節。今日歌を務めますのはパフォーマンス9代目歌姫岸本です。彼女の美声と私たちパフォーマンス伝統の炭鉱節、ぜひお楽しみください。本日は最後までお聴きいただきありがとうございました。